性逆行中でもあって、エネルギーの乱気流状態とも言えて、皆さんこんにちは、スピーチャリティ3人です。今日もありがとうございます。明日6月25日は午前3時40分にヤギ座の満月を迎えます。ということで、もうすぐ迎える満月にやるべきこと3つをお伝えしていきたいと思います。1つ目は、明日の満月はヤギ座の第7ハウスっていう位置で迎えるんですけれども、その今回の満月が持つ意味について詳しくお伝えしていこうと思います。そして2つ目は、恒例になりましたけれども、満月前にやっておきたい開運アクションについて、最後3つ目は、今回の満月以降にやる開運アクションについてです。前後でね、ちょっと違ってくるんですよね。それでは早速、今回もみんなで楽しく開運アクションしていきたいんですけれども、その前に明日スペシャルなイベントをこのチャンネルで開催しますので、お知らせをさせてください。明日の満月の夜夕方6時から、当チャンネルでは僕サンディ自ら皆さんをリアルタイムで遠隔ヒーリングして、お金を受け取るブロックを潜在意識から解除する満月ヒーリング会をライブ配信で開催します。満月の日は手放しに最適です。風の時代に不要になった重い周波数やネガティブなエネルギーを手放すチャンスですので、ぜひ今のうちにチャンネル登録とベルマークをクリックしていただいて、タイミングを見逃さないようにしてください。今回はお金を受け取るブロックをバンバン解除していきますので、お楽しみに。ということで、お知らせは以上です。ありがとうございます。続き本編をご覧ください。はい、ということでですね、皆さん、前回の1週間前の満月の動画を見てから、新月からの振り返り、そして満月以降に手放していきたいもの、なんとなく考えてみられましたか？忙しくて全く考える時間がなかったっていう方も、満月を迎えるまでまだまだ全然時間ありますので、開運アクションぜひみんなでやってみましょう。というのも、今回の満月は2021年になってからちょうど半年を迎えるタイミングで来るんですよね。この上半期の振り返りにとってもいいタイミングだっていうことです。過去に宣言した願い事をちょっと振り返ってみたり、必要であれば今後の方向性を軌道修正する、そういうタイミングになります。6月21日に夏至を迎えて、エネルギーの転換期、ターニングポイントを迎えました。1年の中で最も日が長くなるこの夏至っていうのは、陽のエネルギー、男性性のエネルギーが一番高い日と言われてまして、この日を境に少しずつ陰のエネルギー、女性性のエネルギーに切り替わっていきます。上半期の終わりに近づいていくにつれて、5月の満月では皆既月食、そしてスーパーブラッドムーンですね。で、6月の新月では金環日食、そして25日の満月は夏至に一番近い満月になりますので、すごくパワフルな浄化の力を僕たちはここ最近受け取り続けてきたってことなんですね。この水星逆行中でもあって、エネルギーの乱気流状態とも言えて、風の時代到来による古い価値観の手放しを天体から後押ししてもらってるんじゃないかなってすごく感じています。だから僕自身も実はそうだったんですけど、ここ2ヶ月くらいすごくハラハラドキドキ乱気流の中にいたなと正直感じます。それで今日お伝えしたいこと、1つ目なんですけれども、このヤギ座の第7ハウスで起きる満月の意味についてです。このヤギ座っていうのはですね、仕事とか社会活動での成功に意識を向けるパワーがありまして、キーワードには努力家とか忍耐力とか真面目とか計画性といったものがありますので、ちょっとこう硬いイメージなんですよね。なので、社会の中で結果を出してお仕事で成果を上げたいとか、計画を立ててコツコツ努力を継続して夢を叶える力を授かりたいと、もし願われているんでしたら、これはヤギ座の得意分野なんで、天体が力を貸してくれます。ヤギ座はつまずくことがあってもブレずにコツコツ継続してゴールに一歩一歩進んでいく、力強くてまっすぐなパワーを授けてくれるんですね。そしてこの第7ハウスっていうのは人間関係を表します。特に1対1の人間関係を表していまして、満月は結果を受け取るっていう時期でもありますが、このホロスコープ上でのこの星の配置、つまり第7ハウスに入っている部分を見ると、人間関係の努力が実を結ぶと暗示しています。確かに人間関係がいい時は仕事でもいい結果を受け取れることが多いので、お仕事や社会的な物事での活躍をこれからしていきたい方は、今はそれに関する人間関係の見直しをしましょうという、そういう天体からのメッセージなのかなと思います。誰とのどういう関係が仕事でいい結果を得ることにつながったのかとか、普段社会的な活動とか仕事をする上で支えとなってくれる人たちや協力してくれる人たち、あとは手を差し伸べてくれる人たち、
改めて感謝の気持ちを味わって、もしできそうであればそんな周りの仲間たちに感謝の気持ちを述べるのも素敵ですね。はい、では今日2つ目のトピックですけれども、2つ目はこのヤギ座の満月になるまでにやっておきたいことです。新月と満月の関係としては、新月はゼロを象徴していて物事のスタートになります。そしてそこで願い事をしたり目標に向けて歩み始めた人は、完成完結を象徴する満月に向けて、まあ、良くも悪くも様々な物事を引き寄せていくんですね。なので新月がスタートで満月はその結果という考え方ができるんです。そして満月はまた次のスタートである新月への折り返し地点なので、前の動画でも言いましたけれども、反省とか振り返り、そして不要なものと必要なものの整理と手放しと断捨離ですね、これに最適なエネルギーの状態になります。ということでこのヤギ座の満月まで、つまり25日の午前3時40分までにやることとしては、前回の新月に書いた願い事を一度読み返してみて、自分はその願い事に対して近づいたのかとか、効果的な行動が取れたのかとか、この2週間で引き寄せたものの中で必要なものと不要なものは何なのか、こんなこともちょっと考えてみられると満月になってからいい願い事が書けるようになりますので、おすすめです。はい、ということで前回の新月からの振り返り、反省と、お仕事や社会活動においての人間関係の整理、振り返り、反省、これを満月前にすると次の新月までの2週間がとっても有意義になります。それに加えてさっきお伝えしたヤギ座の第7ハウスの満月のテーマ、社会的なシーンにおいての人間関係ですね。もしあなたがお仕事やビジネスでの成功を目指されているんであれば、ここ2週間の自分のお仕事や社会的な活動を振り返ってみて、見直したい人間関係や、風の時代軽やかに生きる上で見直したいと感じる、例えばお客さんとか取引先とか上司や同僚との関係性について考えておいてください。例えばどうすればあの同僚の A さんとの関係をもっといい感じにできるだろうかとか、お客さんと自分との今の関係性でいいのかどうかですね。例えばお客さんに対してちょっと下手に出すぎてないかなとか、まあ、あるいは上司との関係であれば、実は自分はいつも上司をちょっとこう敵視していなかったかなとかね、もしくはあの取引先との関係はもう解消しようかなとかね、こう満月は反省と振り返りですね。そして手放しには最適な日なので、お仕事周りの人間関係について反省と振り返りと手放したい、もしくは改善や見直したい関係性を決められるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでこの反省と振り返りっていうのが2つ目でした。そして今日お伝えしたい最後のこと、3つ目なんですけれども、3つ目は満月後にやりたい開運アクションについてです。25日午前3時40分に満月を迎えましたら、そこから8時間以内の朝11時40分まで、この時間までが一番月のエネルギーが強い時間帯なんで、できればこの時間までですね、もし厳しければ48時間後の27日の午前3時40分までに、満月前に考えたことをもとに3つのことを紙に書き出してみてください。これは新月の願い事の時と同じ A4 サイズ以上の紙に消えないペンで書きたいところなんですけど、それ注意点がですね、月のエネルギーが落ちるボイドタイムです。26日の午後9時50分から11時10分までの1時間20分の間は、この時間帯は月のエネルギーが落ちますので、紙に書き出すことは避けてください。これ以外の時間帯にやってくださいってことですね。はい、では満月後の開運アクション1つ目ですけれども、新月からを振り返って反省点と改善点を書くということです。例えばこの願い事は実はもう叶える必要ないのかもなとかね、あとは夢に向かってやるべきことがあるのに雑用に追われてあまりできなかったから、例えばですけれども、今後はカフェに行ってその時間を集中しようとか、まあ、あとはあんまり目的がはっきりしないまま行動していたなと感じられるのであれば、もっと目的を明確にしようとかですね、あとはさっきも言いましたけれども、この社会的な活動やお仕事においての人間関係についても、誰とのどんな関係をどう改善したいのかとか、誰とのどんな関係を手放すのかですね、こういったことについても書ける方はぜひ書いてみてください。この場合過去完了形で書くといいですね。私は誰々との関係をこういうふうに改善しましたとか、私は誰々とのこんな関係を手放して対等にお付き合いできるようになりましたとかですね、こんな感じで反省と改善点を踏まえて過去完了形で書き出していきます。
で、これをしていくと不要な物事、不要な願い事、不要な人間関係、あと不要な行動も見えてきます。そういったものが見えてきたら、この満月の浄化エネルギーに乗せて、ぜひもう手放そうと意識してください。そして満月後の開運アクションの2つ目ですけれども、2つ目は自分をねぎらって褒めるということです。夢や願望に向けて少しでも前進したものがあるのであれば、それについて大げさに自分をねぎらって褒めてあげてください。初めての挑戦したんだねとか、最近上手になってきたねとか、こういうところはよくできたよねとか、いつも本当にありがとうとか、こんな感じで自分に話しかけて褒めてあげてください。意識したものが現実化されますので、反省ももちろん大切なんですけれども、できたことにフォーカスをすること、感謝することも同じくらい大切です。はい、それではですね、満月になってからの開運アクション3つ目、最後の3つ目ですけれども、必要であれば軌道修正した願い事に書き換えるということです。反省を踏まえて、もし願いが変わっているのであれば、新しい願い事に書き換えてください。今までの自分の行動や受け取った結果から、自分自身の視座が変化するのはある意味当然のことなんですね。2週間前に決めた新月の願い事の軌道修正はもちろんのこと、今回の満月は2021年上半期の振り返りのタイミングでもありますので、過去6ヶ月の振り返りももし必要であれば、今後のね方向性を軌道修正して、新しく立てた願いや願い事をぜひ紙に書き出してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。明日の満月は2021年上半期の総振り返りとして最適なタイミングです。ぜひ今後の方向を改めて考えて、風の時代不要なものはもう手放して、今後の方向性を改めて考えて、そして夢を確実に一緒に叶えていきましょう。特に仕事の人間関係キーワードですので、お仕事での活躍を願われている方は、このテーマでの感謝、見直し、整理整頓、手放し、ぜひやってみてください。それでは今日のお話は以上です。今日も最後までありがとうございました。スピーチュアリッチ三輪がお届けいたしました。明日ライブ配信でお会いしましょう。あなたの大成功をお祈りしています。